牛国際商某場は中華人民共和国石硬省牛市にある卸売市場。約5万店が入居する世界最大の日用雑貨卸売市場として知られ、同じ牛市内の中国商商品場、品王市場と合わせて世界的な日用品取引の中心地とされている。1982年11月に前身となる湖清門市場が開場して以降、 相次ぐ取引により市場は急速に大きくなっていった。その後、数度の拡張を経て現在の形態が出来上がった。世界中のバイヤーが多く訪れ、日本の100円ショップ等の商品や雑誌の付録のうち中国産のものは多くがこの市場で取引されたものとなっている。また市場で販売されている製品の90%以上は輸出用である。 近年は電子商取引の影響を受け、出店者は減少傾向にある。3区の入り口商品ごとの5つの旨に分かれており、内部は連絡橋で接続されている。5万を超える店舗と東京ドーム85個分にも、及ぶ400万平方メートルの面積をカバーし、10万のサプライヤーが40万種類の製品を展示している。技術数とは、 ギ業における市場での商品の売り上げを指標とする経済や政治の動向を占う指数である。クリスマスシーズンに備えるクリスマス用品やアメリカ合衆国大統領選挙など大規模な投票が行われる際に有権者が立候補者を応援するためのグッズなど多くの商品がこの市場で取引されている。そのことから市場関係者はグッズの出荷数や 販売数により、経済動向や投票結果の見通しが立てられる。これらは、世間の空気に流されることなく、実際の数値や感覚をとにしており、非公式ながら一定の的中率を誇る指数とされている。ありがとうございます。